オレクシー・ユーリエビチビチェンコは、ウクライナ・キエフ出身、イスラエルのフィギュアスケート選手。メディアによっては、アレクセイ・ビシェンコなどと表記されることもある。2014年ソチオリンピックイスラエル代表。2016年欧州選手権2位。2009から2010シーズンを最後に、試合への出場機会を求め、イスラエルに移籍し、練習拠点を、 アメリカの発見サックに変更した。2011から2012シーズン、初出場した欧州選手権では22位。世界選手権では29位。2013から2014シーズン、ソチオリンピックの最終予選であるネーベルホルンハイで、イスラエルの出場枠を獲得。オリンピックでは21位に入った。2014から2015シーズン、 グランプリシリーズに出場。タリントロフィーで国際大会初優勝。欧州選手権では4位入賞。2015から2016シーズン、欧州選手権では SP4 位、FS4 位ながら総合で2位となり銀メダルを獲得した。イスラエルの選手が欧州選手権でメダルを獲得するのは全カテゴリーを通じて初めてのことである。 2016から2017シーズン、ロステレコムハイでは、銅メダルを獲得した。イスラエルの男子選手のグランプリシリーズでのメダル獲得は、ロマン・セロフ以来15年ぶりのことである。CS ゴールデンスピン優勝。世界選手権では10位に入り、翌年のピョンチャンオリンピックにおける、イスラエルの男子シングル出場枠を2とした。2017から2018シーズン、 ジャパンオープンに出場した。NHK 杯では SP2、FS3 位、総合3位で銅メダルを獲得した。ゴールデンスピンでは銀メダルを獲得。2年連続で表彰台に立った。欧州選手権5位入賞。ピョンチャンオリンピックでは団体戦の SP でネイサンチェンやパトリックちゃんに勝ちに。1位は日本の宇野昌馬だった。 個人戦では、SP13 位、FS では170点台の高得点を出し9位、総合では、自己ベストの257.01点で11位だった。世界選手権では、SP90 点台の高得点を出して7位、FS も7位、総合4位で、ついに世界選手権で入賞した。2018から2019シーズン、怪我の影響で、 フィンランディア杯の SP では、すべてのジャンプをミスして、まさかの22位、フリーは棄権した。怪我の影響で、不調のシーズンだったが、欧州選手権の SP ではほぼ、ノーミスの演技で7位、FS はミスがあり13位だったが、総合9位で、イスラエルの枠をなんとか2枠のままキープできた。2019から2020シーズン、ネーベルホルン杯では、SP2 位。 FS3 位、総合3位で、銅メダルを獲得した。マークがついている大会は、ISU 公認の国際大会。オラクシー・バイシェンコ・ヒーブル。イスラエルアイススケート連盟。2012年2月21日閲覧。バイシェンコ・ライズ・ウェーブ・オブ・モーメンタム・イン・トゥ・ワールズ。ハット・フィラデルフィア・ポスト・カーズ。カイン・イーズ・エイブル・バット・ノット・ウィディング。ありがとうございます。